タイムフリーエリアフリーの登場そしてポッドキャストの台頭など日々変わり続けているラジオの聴取環境そんな中これからの日本のラジオどうなっていくのでしょうか。 FM を代表するラジオ DJ サッシャさんとここ文化放送でクリエイティブしていきます。うん、ちょっと言い過ぎです。<laughs> 代表はしてないです。<laughs> ええ、ただ代表しているというと <laughs> ただ 1DJ です。<laughs> はい、あのラインリサーチが2022年に行った調査によりますと、はい、10代20代のラジオを聞く方法は今スマートフォンが1位なんだそうです。うん、まあ、えー、ラジコですよね。アプリを使って。うんうん、やっぱそうなんだ。で30代以上はカーラジオが。 1> 1位カーラジオ<ー>カーステレあそうなんですね。ということなんですけれども、まあ、私がねこの文化放送で働いていて、うん、いろんなこう聴取率調査の結果などを聞くところによりますと、はいはい、まあ半分半分ぐらい AM ラジオリスナーの方で、はい、今ワイ Y.FM も。 エム三局やってるので、うんでね、あのワイド FM と AM ラジオ合わせた数字と、うん、ラジコで聞いてくださっている数字と、うん、半々ぐらいのイメージ、ね、ーあ、そうなんですね。うん。中田さんはどういうどういう感じで普段聞いてます？私はもうラジコですね、ほぼ。家でかけるときはブルートゥースとかつないで。えっとえっとそれもあのお風呂だとお風呂スピーカーつないでて、であのリアルタイムの聞くときはスマートスピーカーにあのなんか、うん、あの 文化放送かけてみたいな言ったらかやかそうだ中田さん全部言葉で言葉で僕もやってますオッケーなんとかみたいなそうそうそうオッケーなんとかで全部イなんとかねいいろいろありますけどもサッシさんもお家ではどうされてますそうですね割とスマートスピーカー使ってますねあとはまあ移動中車の中はまあカーラジオになるかなまああとそうですねえいろいろですね確かにラジコも使ってるしうん多少移動中とかね ラジコもバンバンン使うし私結構タイムフリーが多いんでラジコが多いです、ねうそうね、深夜ラジオが多いですかね、はいそう。3時からとかのラジオとかやっぱ起きて次の日の明日仕事とかもあるんで。 クリエイティブであのわわななった時は本当ラジコ助かってます確かに確かにでわータイムフリが来るから。あ今日も言ってくれてる。とそれありますね。私もあのあの中田さんの名前何々のラジオで出てきましたよって言われた時に普段聞いてないラジオで出されてたりとかすると急いで聞いたりは。あ本当便利ですよね。そういったところではでね今このマイボイスコムが2021年に行った調査によるとまあリアルタイムで聞いてる方が88.9%ででタイムフリーとかき 聞き逃し機能などで放送後に聞くっていう方は20%なんですって、うん、だからまあお仕事時間中とかちょっと夜のものとかはタイムフリーの方が多いっていうことなんだと思うんですけれども、うん、あの普段はどんな環境を想定してラジオをお送りしているのかっていうのを今日ぜひお二人に聞きたくてさし、うん、さんどうですか そうですね、時間帯的に朝の9時から午後1時なんで、うん、えと今の時間帯で意識してるのはやっぱり何かをしてるっていうながらですね、うん、まあほんとラジオの強みはと目も何も塞がないというか邪魔しないんでだから何かをしながらできるじゃないですか聴けるじゃないですかだからそだけど邪魔したくないから、うん、その作業をしてる家事してる送り迎えしてる運転してるとかの時に、うん、なんかあんまりこう。 聞き耳を立ててないと聞き聞けない内容にはしないようにしてるなんとなく意識してますすごいなんか調べながら聞かなきゃいけないとかなんかちょっと気になっちゃってそ<う>ラジオの方ばっか気がいっちゃうとかう、うん、仕事の手を止めるってなると厳しくなっちゃうかなって思って、はい てるけどどうなんですかね正解わかんないけどねオフィスとかで JW 流してるところとか多いですもんねそうですねとは聞きますけどねだからそうなるとやっぱり仕事の時にあもっとここはすごいしゃべってると思うけどやめとこうっていう時もありまるじゃあ手あげてるはい下ネタの 言いたくなるときないんです。おじさんだもん。まあそうは言っても四十代のおじさんですからね。言いたくなるときありますよね。え、ちょっとわかんない。なんでその手挙げて話したのかが。確かに。しかもその意の一番の質問がそれです。西川さん。そこをやっぱ気にしてらっしゃるんだなと思って。だからちょっとなんかよく言われるのはあの以前。 文化放送を車で聞いてくださっている方が上司と2人でいて、うん、結構あの下ネタが多くて気まずかったんだって言われたんですよ。なるほどね 文化放送でそんな番組あったけどそんな番組ないそんな番組ないんだけど話の流れでちょっとなんかそういう話になったりそういうこともあるじゃないですかだからやっぱりそうすると人の気を引いちゃうんだなと思ってそこで私結構立ずまって考えるきっかけになったんですよでちょっと今たまたま礼儀出したのが島ネタな他にもいろいろあるじゃないですかその政治のこととかすごいその経緯聞いたらまあまあまあまだわかりました説明がなかったなんかそういう いうことは気をつけてらっしゃる,るってことなんですね。石川さんは。じゃあ、このクリエイティブにあたっては。私はクリエイティブにあたっては、もうできるだけ、その出演者の方の素、うんうん、本心とか、本当の気持ちでやり取りできるよう。 ななのを意識してますあなるほどねでやっぱり質問だけだと本心とかって言いづらいから、うん、自分もちょっとこうさらけ出してみたりとか、うん、そうするとリスナーの方も自分の人生を語ったメールを送ってくださったりするのでんかそうすると本心と本心のやり合いみたいな<ー> 交換し合いみたいなでそ,、ね、あそれはでもありますね、うん、自分が扉を開けないと相手も扉を開けててくれないっていのはありますよねそこを結構意識するんですけどでも中田さんがね乃木の野とか FM 富士とかやられた時はどういうことを意識してましたでもやっぱ今言った本心の方が近くてテレビとかはある程度役割自分の役割を考えて喋るんで思ってないことを言っちゃってたりとかするんですよね空気読んでとか。あかは あのあ多分自分こっちの立ち位置で呼ばれてるからこっち側の意見言っとこうみたいな一つの出来事に関してとか。 もそんなな長くいう感動しましたって言っとこってなるけどこっちはんか私あんまああいうの響かないんですよでなんでかっていうとっていう説明する時間があるからねテレビでそれ言っちゃうとそうで終わったりとか15秒とかしかコメント時間なかったりするからの結構毎週習慣っていうのもさっきあったけど毎週聞いてくれてたりしてある程度私を知ってくれててある程度本心さらけ出しても嫌いと思ってる人もいるかもしれないけどこういうやつなんだっていう。 ああるる程度のなんか理解ががった上で聞いてくれてる人が結局多いんで、まあ、初めて聞いた人もいるかもしれないけどそれだったら何「何この人変なこと言ってんな」で興味持ってもらってもいいしみたいな感じで、ね、あの言いやすいんですよね、うん、いろんな本心をへ。じゃあやっぱりそれってその尺の決まりがないところが大きいんですか うんとあとまあちょっと身内感ですね。うん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 ,うん,、うん、うんが大きい。いつも聞いてくれてる人がき今日も聞いてくれてるっていう安心感がありますよね。よねはい。うんうん、あなんか拡散力の低さとかもあるかもしれないですね。逆に、うん、ちょっと複雑だけど。けど複雑だけどでも。<laughs> あのラジコとかがこう拡散はされちゃうんです。その、はい、ここ切り取ってとか。だけど、うん、永遠に残りづらいところも良い。 確かに映像とかで残ると結構ねスクショみたいなのが、うん、でその発言がしっかり切り取られたりとかが少ないので何でも話の気象点結がつけられるっていうのはすごい大事かもしれないだから15秒30秒じゃなくて3分喋れるもしくは何か言われた時に「いやそうじゃなくてこうなんですよ」っていう時間があるから、うん、ちゃんと自分の本音が言える。結果だからラジオの僕 どう,かなちゃんどうかな、うん、ラジオのファンの人とテレビのファンだとやっぱりそうですよねなんかラジオのファンの方が自分の本当のことを気持ちを知ってくれてるから<う>あの仕事してる私以上にプライベートの私を好きになってくれてる気がして<ー>そっちの人の方が私も すごありがとうってなっちゃうというか聞いてるって言われると番組とか以上にそうですねその時間があるそうですねなんかラジオとかのファンの人たちはなんかおーさっきは最近さなんか髪切ったよねみたいな感じの降りてきてくる毎日ラジオ家族みたいな確かにそう最近なんかなんとかだよねみたいなよくし みたいなは分自分は忘れてたみたいなでも、うん、テレビのき、はい、っかけ、まあ、テレビだけで知ってくださってる方っていうのは、うん、もうちょっとそうじゃなくてなんかテレビの人みたいな感じのだから多分一個距離が開くんですそうねなんか僕が昨日の夕飯何食べてたかは知らないだろうなって<ー>でもラジオの人は知ってそうみたいな、うんねうん、最近ちょっとなんか。 油物多くないみたいな空気感がある確かに中谷さんもねこの番組やってもらってもう1年半以上経ちますけど相当個人情報の交換してきた感じしますんねしてきたと思います本当に西川さんのんかいろんな情報も知っちゃってるし何かこのやっぱオンで話してるところだけでもだいぶ出てますもんねだって入山さんがね食パンよりコーンパン好きとか本当にどうでもいいことまでまなかなか知らないことみたいな友達でもね <laughs> えー、ラジオってやっぱねそういう一面もありつつっていうのはね、うん、あると思うんですけれども、ね、あのちょっと海外に目を向けると、うん、やっぱりねポッドキャストの市場が急成長してるんですよね。<や>えー、今音声メディアって海外も含めて言うと市場最も聞かれてるんですよね。うん、イギリスで言うと例えばイギリスの国営の B、えー、B C のラジオって海外でも配信されるようになったから確か市場最も視聴者数が多いんですよ。そうなんだ意外なんから今音声メディアすごいんですよ。だって結構動画の この時代でも、もうあるというか、あの、はあ、短いところと、ね。インスタとかもショート動画とかが、流行ったりとかもするじゃないですか、うんうん、とか、意外とま、ま ラジオとかもいけるんだってうの結構生放送ラジオの生放送と今年からポッドキャストの番組も私担当してるんですけれどもかなり違いを感じていて例えばアメリカで人気のポッドキャスト見ていくと一位ポッドキャストランキングの1位が「クライムジャンキー」っていうポッドキャストなんですって。ご存知ですすかいいろろ事件の話をるやつね未解決事件とか有名な犯罪のケースを扱うっていうのでリスナーを事件の真相 引き込む内容なんだそうです。うん、面白そう。うん、ちょっとこれだけ聞いても、うん、あ、じっくり聞きたいみたいな思いはありますしね。うんうん、で、2位が The Daily っていうニューヨークタイムズが提供する日々のニュース解説。うんうん、まあこれはね、知っとかなきゃいけない情報っていう感じで、うん、あの習慣にねなっている方も多いと思いますけど。うん、れこれスマートスピーカーとかで聞いてるのかもね。あ、そうですね。うん、うん、だからニュースとかこうじっくりこう潜って。 じっくくり聞く番組がポッドキャストででは人気す今僕も昨日最終話がは配信されたんだけど、えっと、ジョン・ F ・ケネディを殺したのは誰かっていうのをロブライナー監督があのポッドキャストで10編で配信してるのが <laughs> アメリカでバズってて、はいまあ、昨日ついに誰が本当にジョン・ F ・ケネディを撃ったのかっていうのを、まあ、考察を発表してたんだけど、ね、<ぁ>そういうのもずっと10週にわたって。 配信してます。それをポッドキャストで配信するっていうのがう意外ですよね、うん。そうなんです。で、でもやっぱアメリカはポッドキャストがやっぱりあの日本。 とアメリカの違いって日本の車って基本的にテレビ見られるじゃないですか、はいうん、まあ,あの運転中は映像出ない,はい、はい、基本的にはで,で、ね、テレビが音声で聞けるんですよ、うん、だけどアメリカはそれがないから<ー>やっぱりアメリカの衛星ラジオの文化があってでそうするとポッドキャストを聞けるラジオ機器が車に積まれてるんですよ、うんうん、へー だからポッドキャストを移動中に例えば出勤の間に、まあ、向こうは車移動が多いから聞くっていうのが結構一般的になってて、はい、だから多分じっくり移動の30分の間聞けるそういうポッドキャストとかが流行ってるんだと思うんですよね。なるほどでポッドキャストに人気 DJ が引き抜かれてるのもちょっと前だと何年か前だったけど Spotify のね、はい、がポッドキャストを本気入れた時にアメリカの衛星ラジオで一番人気だったえ DJ をえっと引き抜いて。 西川さん、週1回の番組何時間だったっけな何時間かの番組の配信さあ契約はいくらでしょうえっだってさ音声だけですよ言っても言ったても音声だけで当時話題になりましたでまあちょっと普段のね私がいるこのラジオ協会のギャラとそんなやってること変わんないからきっとそんな変わんないと思うんですよだから契約金1本2万5000円ですありがとうございます現実的な値段をいきますか結果はい 十億円。<laughs> えええ一年で？契約金一年十億円。十億です。十億？十億。ええー。ただってラジオってテレビとかより単価安いっていうイメージがやっぱりあるんですよ。すいません。<笑><笑><の>ありますよね。あ,<の>ありますよね。自然的にも多分ちょそういう意味話してる人がやっぱ多いと思うんですけど。だからそこにそんだけお金かけても大丈夫っていう。 んあるるっててこととでですよねポポッドキャスストにほとんどのスポンサーがついてるでしょだからアメリカのポッドキャスト聞くと、はい、途中でいきなりこの喋しゃべりってなっ人が<ぁ>、えー「そして、えー、皆さんお健康には気をつけてらっしゃいますかなんとかなんとかね」とかって言って <laughs> ああ急にパブ始まるみたいなそう私もこれを使ってすごく元気になってます<ー>さあ、えー、続いてはみたいなそれがポッドキャスト内で行われてるってことですか、うん、はあそうなんだじゃあもうラジオよりポッドキャストの方が価値が上がってるっていいじゃないですかいやあの アメリカの場合っていうか、まあ、日本を除いてヨーロッパもそうだと思うんですけど、うん、ラジオっていわゆる日本でいう FM なんですよ、うん、つまり音楽を聴くもの、うん、でトークがないから基本的に、うん、トークを聞こうとするとポッドキャスト、うん、ところが日本はなるほど AM ラジオがポッドキャストの役割を果たしてるんですよだから海外ほど、はい、アメリカほどポッドキャストが流行らない逆に言うと<ー>ポッドキャストの人気番組の上位がほとんど AM のラジオ局のポッドキャスト配信。はいはい

だから日本は上質なポッドキャストを A.M. でもう何十年もやってきてるんですよ。ある意味。で,、ねうん、でまたねアメリカはそのもう D.J. の方の曲紹介がもうその音楽業界左右するぐらいのところがありますもんね。うん、そうですね。ちょっとね引き続きまあポッドキャストのことも含めてあなたのご意見メッセージでお寄せください。今日のテーマラジオの現在地メールアドレスおいでよアットマーク J.O.Q.R. ドットネットです。